中島和樹は、日本の脚本家、劇作家、小説家、編集者、劇団新幹線の雑木作家、福岡県田川市出身。1978年、福岡県立田川高等学校卒業。1982年、立教大学文学部心理学科卒業。初期のペンネームは、和樹雄大。立教大学在学中は、 漫画研究会に所属した。2010年8月20日付で退社するまでは、双葉社の会社員で脚本家、作家業はその傍らに行っていた。双葉社在籍中は、漫画アクション、ルパン三世オフィシャルマガジンなどの編集者を務めた。漫画家の薄い議人とは、初期作品の編集を担当した縁で交流を深めるようになり、2002年には、 クレヨン・しんちゃん劇場映画10作目を記念して、クレヨン・しんちゃん映画大全を企画、出版した。他に編集を担当していた作品に、ゲッターロボサーガなどがあり、本人曰く、今のところ、日本で一番石川先生の単行本を作った、編集者とのこと。石川と同作品の大ファンであることから、自らのことを、ゲッター社と自負した。中島一期名義で、 二柱側のチーフプロデューサーや制作代表としてアニメや映画に関わることもあった。山田光郎、8時だよ。全員集合の作り方の後書きにも佐藤慶一と共に担当編集者として言及されている。高校時代からの知人、井上秀則の誘いで、炎のハイパーステップから劇団新幹線、公演作品に参加、以降、雑木作家となる。 ドクロ城の七人、スサノオ、アシュラ城の瞳など根強いファンを持つ作品を書き上げており、いわゆる井上歌舞伎の世界観を作り上げる上において、欠かすことのできない役割を果たした。また独特でありながら爽快かつ熱い物語を手掛けるのも特徴である。2007年春には、初のアニメ作品のシリーズ構成を務めた、天元突破、グレン・ラガンと、 新幹線での戯曲が原作となり、第23話の脚本を担当した、大江戸ロケットの2本の TV アニメが放映されている。特撮ファンを公言しており、初期の新幹線作品では、古田新たの登場シーンで、突撃、ヒューマンのパロディをやったこともあったという。実現は果たせなかったが、特装戦隊、デカレンジャーの脚本を構想したこともあった。 2006年にウルトラマンマックスで念願の特撮脚本デビューを果たし、その後も2007年に重剣戦隊劇レンジャー、2010年には仮面ライダー W と特撮脚本を担当する機会が増え、2011年9月から放送された仮面ライダー4ゼにて初のメイン脚本を担当した。劇団新幹線その他劇、シネシリーズその他。 ハット AB スポーツ放置2014.4524面連載企画中島和樹のこの漫画もすごい。第2回関川夏夫谷口次郎坊ちゃんの時代この漫画がすごい。ウェブ内2017年3月21日2019年6月7日。 閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ www.aer-net.jp a スラッシュマガジンスラッシュ denjin スラッシュ 100826001875html 本人曰く脚本執筆は仕事の終わりか土日休日のみに行っていたという連載企画中島和樹のこの漫画もすごい 1> 第1回、大月エルユーコ、ド根性ガエルの娘この漫画がすごい。ウェブ2017年2月17日2019年6月7日、閲覧、映画秘宝2019年7月号、P46 単行本の署名は、偽セヨ名会に歌う ISBN978 から48億4601万8047、リ、キューティーハニー。東映アニメーション。 2016年5月23日閲覧。ありがとうございます。